皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。ドジャースの大谷翔平選手の妻、田中真美子さんのファッションが島村で買ったのではないかと以前話題になりました。そういった噂が流れたこともあり、好感度が爆上がりしています。実はそれらは過去に明かしていたということで、ドハマリなタイプと期待される真美子売れの実態。このあたりを少し詳しく見ていきましょう。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の妻であることが明らかになり、日本中の注目を集めている元バスケットボール選手の田中真美子さん、各方面でツーショットが公開されるたび連日のように話題になっていますが、3月17日にはドジャースのチームフォトグラファーを務めるジョン・スーフー氏が自身のインスタグラムでチームの食事会の様子をアップしました。プレシーズンマッチのため韓国に渡ったドジャースの面々はソウル市内のホテルとみられる場所で会食しています。スフー氏の投稿では関係者に妻を紹介する大谷選手の様子などが伝えられていました。そんな中、ネットで話題になっているのが真美子夫人の服装でした。真美子さんはカジュアルなニット姿ですが、シンプルなファンションに対してネット上では真美子どしたん、ファッションセンター島村で買うたん、毛玉ではないといったコメントが寄せられたのです。ブランド物で全身を着飾ったりすることのない様子に好感度が持てるといった意見が集まっています。会食の際に手にしていたバッグもお手頃な価格帯のアパレルブランドのアイテムで6000円ほど。 X では様々なコメントが寄せられました。毛玉のおかげで真美子様の好感度爆上がり、生まれ変わって2人の子供が着る服の毛玉になりたいと会食時のファッションに対するコメントがネタ化しているほか、パーティー慣れしてないのが逆に可愛いといった声も散見されました。真美子さんは現役時代に登場したサファリのグラビアでワンピース姿を披露していましたが、インタビューでは普段はハイウエストのワイドパンツとかスタイルよく見えるものを履きます、身長の高さとがっちりした足がずっとコンプレックスでと語っていました。一方、大谷選手は過去の取材で女性の好みについて、スポーティーな人、チャラチャラした人は苦手と明かしており、真美子さんはファッションの好みも含めてまさにぴったりといったところでしょう。ネット上では、あの大谷選手が選んだ女性だということもあって、すでに真美子さんの身につけたアイテムが話題になる状態です。そのため、ファッション界で真美子売れが始まるのも時間の問題ではと見られています。さて、大谷翔平選手の口座から不正に送金したとして銀行詐欺の疑いで米連邦検察に訴追された元通訳の水原一平容疑者、日本時間4月13日にはロサンゼルスの連邦地裁に出廷すると約382万円の保釈保証金を支払い保釈されました。同日、メジャーリーグ日本人最多タイの175号ホームランを放った大谷選手は試合後取材に応じたのですが、水原容疑者の話に及ぶと球団広報が頑なにガードしました。もはや禁止ワードになっているのは火を見るよりも明らかでした。大谷選手個人が資金管理を徹底していなかったことも今回の不正送金被害を深刻にした一因と言えるかもしれません。そこで今後重要になるのが元バスケットボール選手の真美子夫人の対応力と言えそうです。メジャー関係者が次のように語ります。韓国での開幕シリーズでは何度もテレビメディア報じられ、大いに注目されました。初戦後に水原容疑者の一件が出てからは妻のニュースバリューは一時的に落ち着いています。ですが、メジャー選手は奥様会など球場外で固まって行動することが多い。真美子さんの語学力が重要になってくるのです。今は必死に勉強しているようですが、チーム関係者からはもっと上手くなった方がいいと助言されていると伝えられています。夫同様、妻の戦いも始まっているのです。さて、畑の違うところで話題を一つ。お騒がせ女優の松井和代さんよるドジャース大谷翔平選手への辛辣エールが止まらないと言います。元通訳水原一平氏による巨額の使い込み問題について、松井さんは当初から被害者である大谷選手の金融リテラシーの低さを批判してきました。
4月11日にアメリカ連邦検察による会見で、水原容疑者が約24億5000万円を不正送金していたことが判明した際にも、ブログで次のように述べています。24億円取られても気がつかない人は、なかなか世の中にはいらっしゃいませんよ。正直申しますが、大谷君って変わっていませんか?と指摘し、別の投稿では、大谷君はアメリカの銀行のテクノロジーについていけないだけ、とか、まずは、大谷君は野球より先に銀行の操作を学ぶべきです、とも苦言を呈しています。テレビ関係者は、こうした苦言の理由について次のように考察しています。松井は自らがアメリカを拠点として投資を行っていることから、お金に無関心なスーパースターに黙っていられないのでしょう。さらに彼女はブログ内で大谷とマミコ夫人に緊急メッセージまで送っているんですと説明しているのですが、大谷選手本人へのメッセージが綴られたのは、大谷君と新妻様へと題した4月14日の投稿だといいます。信じられる人がいなければ松井が教えて差し上げますとしています。もしくは新妻ちゃんがニューヨークへお越しくださいとも述べています。この投稿で松井は自らのアメリカでの住所を公開、滞在しているホテルのスタッフにロサンゼルスからニューヨークまでの移動時間を確認する動画も掲載しています。どうやら本気で大谷にレクチャーする気のようですとテレビ関係者は述べています。大谷夫妻はこれをどう受け止めるのでしょうか。さて、マミコ夫人が近く妊娠発表するのではとの情報も流れています。元通訳水原一平氏の違法賭博問題に揺れる大谷選手ですが、超サプライズ発表で大逆転ホームランを狙うというのでしょうか。大谷選手を取り巻く状況は一変しており、3月21日、違法スポーツ賭博に関与し、大谷選手の口座から巨額の金を送金していたとされる通訳の水原氏をドジャースが解雇しました。密接な間柄だっただけに、大谷も疑われましたが、会見で彼が僕の口座からお金を盗んで嘘をついていたと明言しました。とはいえ、祝福ムードが一転、暗い雰囲気になってしまったわけです。大谷選手は騒動が影響してか、今季開幕後、自己ワーストの8試合、40打席ホームランがない状態が続いたのですが、4月4日にようやく第1号本塁打を放ち、その後も活躍が続いています。そして12日、米連邦当局は水原氏が1600万ドル、約24億5000万円以上を盗んだとして、銀行詐欺で訴追したと発表しました。当初の発表よりも被害金額が大きく膨らんだとして、水原氏の悪質さが浮き彫りとなっています。大谷選手は被害者であることも判明したのですが、暗いムードを一掃する劇的なアクションが妊娠発表になるのではないかとささやかれ始めているのです。おめでたをどこかで発表し仕掛けてくる可能性は十分ある。大谷選手によると、出会いは3、4年前で昨年に婚約、マミコさんは昨年4月にバスケ選手を突如引退し、今キャンプから米移住していますが、日本で会えたのは数える程度でしょうとスポーツライターは述べています。マミコさんは身長180センチで、早大時代に2017年ユニバーシアードで銀メダルを獲得、社会人では富士通レッドウェーブで活躍し、2021年日本代表候補に選ばれました。日本の芸能関係者は、出産後にママタレとして活動してほしいと打診し始めているそうです。圧倒的スタイルと美貌、話題性があるだけに、実現すればブレイク確実です。大谷さんと顔が似ている、垂れ目が優しそうで可愛い、透明感が半端ない、品があふれている、これらはマミコ夫人へのネット上の評価です。大谷翔平選手の妻マミコさんがこれほど好意的に迎えられているのはなぜなのでしょうか。顔つきが稀に見る福顔、周りを幸せにする要素がてんこ盛りなのですと話すのは、お顔の鑑定士木村玲子さんです。人の顔には運命や運勢など、その人の多くの部分が現れます。特に顔のパーツの特徴によって性格や気質もわかります。マミコさんは愛されて金運にも恵まれる億女顔ですと述べています。日本開運学協会家元の木村玲子さんは、40年以上にわたり東洋の観相学、人相学、脳科学などを研究し、顔の鑑定を行ってきたスペシャリストです。
クライアントにはビジネスマンや富裕層、芸能、スポーツ関係の方もいます。現在の心身の状態から近い将来までどんな人生を歩んでいるか、そして歩むかが分かるのが顔相の面白いところですと述べています。顔のパーツは特定の群を示す場所になっているといいます。例えば額は仕事運、頬は人気運、鼻は金運、顎は晩年運などです。マミコさんの顔の特徴は一言で言うと福顔。鼻の先端がぷくっと丸い、これはお金が入ってお金が回る鼻の特徴です。小鼻も横に張っていてやや大きめなのですが、これは蓄財運を示します。鼻全体が大きめなので強い金運がありますし、スタミナがあって奮闘できるから自ら稼ぐ力もありますとしています。男女問わず鼻が大きいと健康的で体力があると言われており、バスケ選手として活躍していたのも納得でしょう。よく見ると耳の内側の部分が少し盛り上がっているのですが、行動力が抜群なので財を成す耳もしているんですよとしています。木村さんが顔の中で最も注目したのは額でした。額の上下左右がとても広い。額が上下に広いと性格は陽気で外交的、同性異性問わず慕われます。また左右に広いのは世間が広い、つまり視野が広くて気配りや心配りができると言われていますとしています。国際的視野があって世界的にも活躍できるタイプなので、大リーグで活躍する野球選手の妻にまさにぴったりという結果が出ました。愛情運は唇にも現れています。下唇の方が少し厚い人は愛される運勢を持っています。これは遺伝もあるので先祖代々の運を引き継いでいるんですね。ちなみに上唇の方が厚い人は相手に愛されるよりも自分の方から愛する方を好みます。さらに口角がキュッと上がっているのも陽気な性格で良妻賢母の姿ですと述べていました。いかがだったでしょうか。今回は田中真美子さんの人間性について見てきました。頬の肉もぷっくりして高いのですが、これは人気の女優さんやアイドルに多い人気顔なのだそうです。好感度が高いのでビッグな運をつかめるんです。年をとっても活躍できるなど大事にされる人に多いですとしています。特筆すべきはたっぷりした涙袋でしょう。涙袋は別名女性ホルモンタンクと呼ばれ、ぷくっとしている人は良縁や子宝に恵まれると言われますと意外なことが分かりました。長年連れ添った夫婦は顔が似てくるというのはよくあります。これは好きな人や親しい人と同じものを見たり食べたりして生活していると無意識に行動を真似してしまうという深層心理ミラーリングが影響しています。ですがこちらのお二人はすでによく似たお顔の雰囲気をお持ちです。ネット上でもまるで兄弟のようとも言われています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。